まあ、アミノサウルスの、その、会社名にもなってる、アミノ、アミノ酸とは何か。ということで、アミノ酸っていうのは、その、まず簡単に説明しておくと、タンパク質だというふうに思ってください。タンパク質があって、人間の体内にあるものっていうのは、その、 大きさによって名称が変わるんですね。例えば、ブドウ糖が2つついたら、マルトデキストリンになるし、で、マルトデキストリンがもうちょっとくっついていったら、グリコーゲンになるし、ということで、その人間の体の中ではいろんな物質が常に分解したり結合したりっていうものを繰り返してるんですが、まあその中で、大きさが変われば名称が変わるんですね。で、そうやって考えたときに、タンパク質を分解したものが、アミノ酸だというふうに思ってください。 これは逆も同じで、アミノ酸が結合したものが、タンパク質です。まあ、だから単純に言うと、タンパク質が体の中で、ええー、まあ、胃とか腸とかで吸収されていく過程の中で、こう分解されて、まあ、それが筋肉とか、まあ、血中に流れて筋肉に入って、で、それで、 あのー、傷ついた筋肉を修復する過程で、またアミノ酸が結合して、まあ、タンパク質になって、そしてそれらの集合体で筋肉になりますよ、というのがアミノ酸です。で、簡単に言うと、アミノ酸っていうのは、必須アミノ酸と非必須アミノ酸っていう二つの種類があります。で、それぞれどう違うのかっていうと、必須アミノ酸っていうのは、 なんで必須かっていうと、これはそもそも何が必須のか、必須なのかっていうことなんですが、摂取するのが必須なのが必須アミノ酸です。要するに、食物から摂取する必要がある。食物から摂取する必要があるのが必須アミノ酸なんですね。 で、なんで食物から取らないといけないのかっていうと、体内での合成が不可能だからです。で、体内での合成が不可っていうことは逆に言うと、非ヒ須アミノ酸の場合は、えー、体内での合成が可能なので、まあ、必ずしも食物から摂取しなくても、体内で、えー、まあ、合成されるから取らなくてもいいと。要するに、 食べることが非必須だから非必須アミノ酸。で、必須アミノ酸の方は、食べることが必須だから必須アミノ酸なんですね。で、必須アミノ酸は、まあ、代表的なのは、バリン、ロイシン、イソロイシンとか、トリプトファンとか、えー、まあそういうものが、有名で、で、実はその、必須アミノ酸と非必須アミノ酸の真ん中のものもあって、えー、セミエッセンシャルアミノアシドって、 ま、セミだから、純須アミノ酸ですよね。純須アミノ酸って呼ばれるものもあって、それの代表的なものは、アルギニンです。アルギニンに関しては、ある条件下においては体内で合成できるし、そして、ある条件下では体内で合成できないし、っていうのが、アルギニンです。まあ、だから、まあ、ある条件下では合成されないっていうことを考えれば、まあ、実践的観点から言うと、須アミノ酸と考えてた方が、まあ、 いいのかなっていうふうには思います。まあ、ということで、えー、アミノ酸って、その、いろんな世の中に流通してるアミノなんとかっていっぱいありますよね。アミノバイタルとか、あと、まあそのアミノなんとかっていうドリンクっていっぱいありますよね。で、まあその中に入ってるアミノ酸って何なんですかなんかこう、アミノ酸って聞くと特別な感じがするかもしれないんですけど、まあそもそもの話をすると、タンパク質ですよと。 で、タンパク質でももうちょっと厳密に言うと、タンパク質を分解したものがアミノ酸ですよと。で、アミノ酸を摂取するとどうなるかっていうと、まあ単純な話で、えー、また体の中で結合してタンパク質になります。まあ要するに筋肉とか、いろんな人間のその臓器になっていくわけですよね。じゃあ、アミノ酸とタンパク質の最も大きな違いは何なのかっていうことなんですけど、それは吸収速度です。タンパク質っていうのは、 食物として摂取して、まあ、アミノ酸に分解されて、それが血中に流れ出るまでに約2時間かかります。約120分かかるんですね。で、アミノ酸の場合は、もう分解された状態で摂取してるので、血中に出るまでに30分です。で、人間の体っていうのは、運動直後が最も代謝が活発になってるんですね。で、トレーニングの直後30分っていうのが、最も、 活発が、代謝が活発な時間帯で、で、その後、まあ、120分から180分、まあ、2時間から3時間後までは、代謝が活発な状態っていうのが続いてるんですね。だから、練習終わった後直後に、まあ、スムージーでも何でもいいから、あの、栄養を摂取すると、グリコーゲンの再合成が早くなるとか、筋修復が早くなるって言われるのは、運動直後は代謝が最も活発になってる時間帯なんだ,だからなんですよ。で、そのタイミングで摂取するのには、 タンパク質よりもアミノ酸の方が、まあ、こう吸収が早いので、えー、最も代謝が活発なのが運動後30分ですよね。で、その30分までに血中に流れ出ることができるし、まあもっと言うと、ドリンクとか、その下流タイプのスティックでこう携帯してたら、練習終ってすぐその場で飲めますよね。 まあその同じタンパク質でも練習終わってすぐその場で卵焼き食べるっていうのはあんまり現実的な話じゃないのでまあそういう観点からも世の中にはいろんなアミノ酸の商品が出ていますよということで今回はアミノ酸とは何かっていう話でした次回の動画では BCAA とは何かということについて解説していきますそれでは次の動画でお会いしましょう